2012年の日本では、2012年の日本の出来事、流行、世相などについてまとめる。日本では、西暦の他にも、以下の記念法を使用している。なお、以下の記念法は、西暦と月日が一致している。ワイルドだろ、が、新語、流行語大賞の年間大賞を受賞した。金、ロンドンオリンピックにおける、日本人選手の過去最多となる、メダルラッシュ。 山中深夜のノーベル生理学、医学賞受賞、世界一の高さを誇る自立式電波塔、東京スカイツリーの開業など数々の金字塔が打ち立てられたことのほか、日本の広範囲で金貨日食が観測され注目を集めたことなどから。なお、金は2000年に続き2度目の選出となった。東京スカイツリー、福山市のホテル火災現場金貨日食流行後、ユーキャン 流行の対象以下に本年の受賞後を列記する。なお、肩書きや役職などは受賞当時のものである。ファッション春工解体文学、歌舞伎宝塚歌劇団ドラマお笑いコンテスト番組の優勝者アニメーション映画テレビアニメ放送開始月を、記載 OVA、コンピューターゲーム w i u タッチパネルの専用コントローラー、w i u ゲームパッドと本体アーケードゲームテレビゲーム、 携帯型ゲームスマートフォン向けゲーム閉鎖書き、オリンピックパラリンピック書き、オリンピックパラリンピックがイギリスの首都ロンドンで開催された。日本からも多数のアスリートが出場している。野球サッカー相撲競馬動物一部の出展の記事タイトルに伏せ字としている部分がある。ありがとうございます。